サンズの皮を見てきた女。意識がなかった時期もあった。意識も何もなくて、何も食べれず、もうガリガリにやって。その時なんか見てたとか。あ、でもサンズの川には行きました。うわ、本当にあるんだ。大きめ、サンズの川大きめ。どうしようもない川でした。どうしようもない。むっちゃおもろいじゃん。どうしようもなくて、石がいっぱい積み上がってるんですよ。で、向こう岸におじいちゃんがいたんですよ。死んだおじいちゃんが。はいはい。で、入れ歯のないおじいちゃんが。くんだ、くんだ、どっち、来い、どっち。わかんない、来るのが、もう。どっち最後こうなっちゃってるけど、どっちよ。どういうこと、結果。でも、ちょっと進んだら、あ、くんだね。それはくんだだね。くんだね、みたいな。なんでおかしい。モデル芸人とは、モデルがメインなのか、芸人がメインなのかってところですけど。芸人がメインです。芸人がメインなんですか。はい。何かやってるんですか。モノマネとかあればね、その芸人がメインだなっていうのはありますけど。ごそごそ。なんかね、モノマネがあればね。そうですよね。芸人だっていうのはあれですけど、なんかあるんですか。何でもできるよ。何やってようかな。お、もうすでに。すごい。もうわかるよ、すぐ。本当に？何だと思う？すごい。ローラ。そうなの、ありがとう。なんか今日はリアから違和感がないんだよな。そうなの、なんかね、みんなにリアから来てほしいって言われたの。ほちい。かわいい。もう笑いが、うぐぐぐも一緒。すごい一緒。で、なんかみんなが元気ないから、なんか見てる人もみんなも元気づけてって言われたの。だから、ルーナは今日いいものを持ってきたの。何、いいもの持って？何？いくよ。生卵。いやいや、あの、これで元気づけてほしいの。唐突すぎちゃって。ギャップがすごい。突然の涙の理由。なんか1月に、そんなことあるみたいな出来事が起きたんですよ、今年の。落ち込んだんですよ、ズドンみたいな。でそこから全然元気が出なくて、こんなに考えても正解のない問題ってあるのかなと思って。まあ正解ないね。あ、どうしたの。でもその時にすごい落ち込んだけど、なんかもう何もできなかった自分に、ファンの人が何も言ってないのに気づいて、DM とかくれて、なんか頑張れない時もあるからずっと待ってるから大丈夫だよとか言ってくれて、なんか全然何もできなかった時に、その友達が全然知らないのに連絡してくれて、で、まあなんかやる気のない時もあるし、人間は波があるからたまには休んでいいと思うよみたいな言う言葉にすごい、あ、私ずっと走り続けてきたから一旦休もうと思って休んでみたんですよ。だからなんか結局落ち込んだけど、それを通して思ったのが、結果的にそのずっと応援してくれるファンの人たちの声も届いたし、なんかずっと一方的に自分が情報を与えるだけで SNS でやってきたけど、逆に何もしなくなったらそれで心配してくれる友達もファンの人もいるし、本当に自分が何がやりたいか、何が一番楽しいかっていうのを本質を見失わなければ、また出発いつでもできるなって思ったし、でなんかいろんな人生っていろんなことがあるけど、なんかその時にそういう事件が起こるのは自分に足りない何かを気づかせてくれるための出来事だっていうふうに思ったら、何が起きても全然怖くなくなって、なんかむしろ逆に本当にあれがあってよかったなって今思うし、やっぱり人生自分でそういう考え方一つでまた再出発できたから、すごいいい出来事やったなと思うんですけど、こうやって今ハッピーをシェアできてるから私は今すごい幸せ で、それが1月に起きて、で2月にすごい落ち込んでたんですけど、3月の上旬にそれに気づいて、で3月の後半にみんなに会って、私が歩んできたその正解だったんだなっていうのに気づいたんで、まあ無敵への第一歩をまあ進めたっていうので、もうすごい皆さんに感謝してます。素晴らしい。すごい ね。ところどころ生卵で言いそうになったよね。してないわ。体を張ったロケも頑張りました。コオロギ行きますか。コオロギを食べたいと思います。いやー、見えてます。
足がいる。足は生えてますよね、そら。めっちゃ人気なんですよ。あ、いい匂い。エビセン。あ、そう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 。いただきます。眉。めっちゃ美味しい。美味しいですよ。やばい。そうなんですよ。めちゃめちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。美味しい。美味しいんですよ。美味しいです。美味しいでしょう。広めていきましょう、コオロギ食を。コオロギ、とっても美味しかったです。皆さんもぜひ食べてみてね。ということで、では皆さん、気球の飛躍とともにエレナちゃんの2023年も応援していきましょう。ありがとうございました。頑張れ頑張れ。